夢のボールパーク北広島に内定しましたが、どのように思いますか？嬉しいですよね、誇りですよね。嬉しいよりもね。そうですね、北広島として、みんなの憧れのボールパークが北広島に内定しましたけれども、どう思いますか？いや、それは大変嬉しいことです。場所、立地場所はどこにできるかご存知ですか？知ってます。あの辺取って歩いてます。車でどこに立つかというのはご存知ですか？知ってます。中まで歩いて行ってきました、はい、どのように感じましたか？いや、広い、ものすごく感じる広い。どこに立つか分かりますか？あ、はい、分かります。全然どんな感じの建物が立つのかとか、想像もできないですけど、でそこはよく通る場所でもあるので、はい、なので今後もちょっとずつ変化見ていきたいなって思ってます。デクの森から北広島高校と平和の日公園の間を下っていくと、左手に北広島総合運動公園予定地が広がっています。北海道日本ハムファイターズの新球場ができる総面積 36.7 ヘクタールのこの北広島総合運動公園予定地、1970年に多様なスポーツが楽しめる施設として構想されましたが、これまで実現されませんでした。スタジアムはどのあたりに建つんでしょうかね？おそらくこの辺ですかね。あの辺りかなと思いますけどね。はい、札幌ドームみたいな本当に高さがある、スタジアムができるということになるんでしょうかね、そうですね。野球場なのである程度こう、大きくて、高くて、そういったような施設になるのかなと思いますね。この辺りも何か敷地が高いですから、遠くからも目立つようなそんな感じがしますね。そうですね、札幌ドームに換算するとこの広さはどのくらいのものが、何個くらい？7個分ドーム、札幌ドームでいうと7個分ぐらいですかね。かなり広いですね、そうなると。新しい駅ができるとしたらどこら辺にできるんでしょうかね？そうですね、今ちょうど列車来ましたけど、あちらは線路なので、あの辺りになるかなと思いますね。こうやって電車を見ると随分近いですね、線路は。そうですね、もう徒歩1分見えるような場所なので、もう本当に歩いて、そうですね、すぐのところかなと思います、でも JR 以外で来る方はまた車で来る方とか、そういう方のためにもまた道路を考えてるわけですよね。そうですね、道路は、その北新通りを今ずっと向こうの方まで延伸してね、国道274号線からこっちの方に入ってこれるような計画を考えてます、大曲り戸山線っていう道路は、例えば大曲りの方面と西の里方面をつなぐ道路で、がありますよね、でそこを北新通りを接続させるような計画を今考えながらやってますね、じゃあ北新通りからその戸山線につなぐ道路っていうのは全く今はないんですね。そうですね、これから作り上げていくという形になるんですね。北新通り自体は今あそこで止まってますので、それをこう延伸していくっていう格好です。この辺りに道路新しく出てきます。ここに道路がつながるわけですね、じゃあ近いですね、意外と。そうですね、もうあちらが予定地なので、もうすぐかなと思います。ボールパークへは JR 北広島駅から約 1.8km、 試合の日には駅から球場までのシャトルバス運行も検討されています。まだ手つかずの緑豊かなこの総合運動公園予定地が、5年後にはアジアナンバーワンの夢のボールパークに姿を変えて現れる。私たちの街も大きく様変わりするような気がします。5年後が待ち遠しいですね。